特売パン。みなさんこんにちは、レモン時間よ。まずはレモントルネードでこちらの牛乳浸しパンを取っていくわ。いやーやばー、大量ゲットね。獅子16個ぐらいかしらね。空飛ぶニャッキー、どんどん空飛ぶノッキー。次はこのニャッキーを狙っていくニャッキーよ。これはね、レモントルネードというかね、これちょっとノックノックノック、あ、ちょっとってつっついていくと、おろろろろ落ちていくのよ。面白くない？ちょっと右側ずれて、右の方もやっていくわよ。つっついて、ポロ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 。いや、これ面白いわね。跳ねるニャッキーよ。みんな跳ねてんの、ほら。おお、大量に落ちちゃったわね。もう落ちないかしらね。じゃあ、こっからレンボトルネードで、おっと、1個落ちた。さあ、回して。あー、これはね、関係ないわよ。上の段にもあるのよね。ちょっと上の段のやつを落とした。あー、向こう飛んでっちゃった。あら、うわ、取れすぎよ。何匹いんのこれ。いっぱい飛んだわね。で、こっち側にもね、一匹飛んでっちゃったわね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 個かしらね。なんと！また追加されてましたね、これ。もう一回やっていきましょう。もう一回遊べるゾーンですね。もう一回遊べるニャッキーってやつかしらね。これもまたつっついて、うーわ！はい、今回は5匹ね。転がるパン。続いてはこちらのパンのスクイーズですね。もりもりですね。あれちょっと怪しいのを狙っていきましょう。さあ、奥行きを行くと、ドーン！ゲットねー。ちなみにこれアームでは取れないですね。はい。スヌーピーのパンかしらね。僕らは箱で一セット。次はこちら。ちょっとね、これ途中からになってしまったんですけど、見ていきましょう。三つ、箱がありますね。じゃあ、左の箱を狙っていこうかしらね。アームがギリギリ当たるか当たらないか、おっと！落として、どうかしらね。キュー！ゲット！箱でゲットしたわね。ちなみに、この右のも取れそうなので、一番右の狙っていこうかしらね。ちょうど爪が当たるか当たらないかだよね。このツンツンがギリギリ。もっとツッついて。ああ、もうガッツリ当たればね、もう簡単に取れるんだけど、もう当たるか当たらないかだから、おー、ちょっと出てきた！来たー！ゲットです！猫のおやつタイム。3、2、1、ゴーシュー！アームがぐるぐる、レンボもぐるぐる、景品取れちゃう。レンボトーネードー！アームがぐるぐる、レンボもぐるぐる、景品取れちゃう。レンボトーネードー！アームがいっぱいいっぱい回ってるんだけど、もうスクイーズもいっぱいいっぱいあるわね。僕の猫ちゃんも狙っていくわよ。あのピンクの取れそうよね。取れる取れる。回して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 。取れるか、取れたー！ゲットよー！ちょっと休憩。はい、もう一回やってみましょう。僕のね、猫ちゃん。黄色のが落ちたわね。まあ、右奥の取れないかしらね。あ、その上のも取れそうね。ぐるぐる回して、もっと回して。あ、手前の落ちそう。落ちそうだ。落ちた。さあ、奥のまだ取れんじゃないの。まだ取れ。お、あー、でもあの子右の方に行っちゃったわね。中心の方に来てくれて助かったんだけど、まあとりあえずこの子も狙って回してみようかしら。右の、あれも動くね。まだ当たるから、これ取れるかもしれないわよ。粘って粘って。お、あー、変なとこ止まった。あ、なんかピンク落ちてきた。ピンク落ちてきたわよ。はい、休憩。はい、じゃあ、ピンクか。あの手前の猫ちゃんを取りたいわね。ここ注目よ、みんな。さあ、3、2、1、オープン。おー、ピンク取れたー。どう？上がって。ラッキー！今日の天気は雨です。次はアイスやらキャンディーやらなんかガチャガチャしてるものがいろいろあるわね。これもね、レモアトルネードね。ポイントはあそこ狙うことですね。テープみたいなの引っ掛けて、おー、来たー！来たけど、とりあえず、アーム落として、あ、これちょっと厳しそうね。もうちょい手前まで来ればよかったよね。さあ、左ももちろん狙っていきましょう。うわー、来た！わー！さあ、ここまではいいのよ。手前まで持ってこれたんだけど、あれ、右より左の方がなんか取れそうよね。ちょっと、レンボトルネードで回して、あー、取れないかしらねー。ちょっと当たんないわね。左下のが邪魔してるわね。粘って。あー、もう落としてみるけど、ちょっと厳しいわね。もう一回100円入れてやってみようかしらね。お、黄色いの来た。もう一ゲームやっていくわよ。ここの、このケースの手前の角を押すのがポイントよね。真ん中で、グッと。お、これは来たんじゃないかしらね。頼む頼む。手前に落ちろ。
うーい、よし、ゲットねー。うわ、すごいガチャガチャね。ボールが嫌いな猫。続いてこちらはバウンドキャッチャーですね。ぬいぐるみをキャッチしてボールにバウンドさせて左の穴に落とすというやつなんだけど、これシールドの目の前でぬいぐるみあるから落ちるんじゃないかしらね。狙っていくわよ。どうかしら。おっと、おー、ゲットね。やったわね。まさかのバウンドせずに猫ちゃん、白猫ちゃんゲットよ。あら、かわいい子ね。元気なスライムチューブ、まだまだレンボトルネードーやっていくわよ。このスライムチューブだー、太陽ゲットねー。補充が入りました。もう一回しやっていくわよ。レンボトルネードー、引っ掛けて、よいしょ。おっと、これは引っかかったのでボタンを押して揺らして落とす。モリモリアニマル。続いてはこちら、太陽ね。すっごいあるんだけど、うん、手前のはね、普通にゲットしようとしてもなかなか取れないと思うのよね。だから後ろの太陽にあるアイスのアニマルスクイーズを補充していくわよ。お、いい感じになってきたわね。モリモリにすることによってこのシールドよりね、高さができるのでより取りやすくなるわね。さあ、右回しと左回し、ここは右回ししてるわね。左回しもちょっと試してみて、あー、くっついちゃってるわね。でもね、あの手前の右と左の2個取れそうよね。さあ、1個取れるか。ドキドキの瞬間、どうだ。おー、取れた。ここからはアームを上下にこうやって動かして景品を手前に今ちょっと来たわね。これは取れないかしらね。ここまで来ると手前に貼り付きにあのされてるスクイーズよりか上に乗っかってるから簡単に取れそうよね。普通にこうやっても、おし、落ちた、ゲットね。っていうかこれどっちも同じ絵柄じゃないの。羽のないユニコーン。続いてもこちらユニコーンちゃんのスクイーズ、引っ掛けて持ってくるかしらね。うげえ、持ってきすぎよそれは。上のだけでいいわよ。あ、どうしようどうしよう、これやばいわね。まさかよ、私もこんなに進むと思わなかった。うわ、とりあえず1個ゲットかしら。うわ、上ってやば。晴れのち雪見大福。あら、美味しそうな雪見大福あるわね。あー、引っかかった、また。またこの全部引っかかるスタイルよ。あー、降ってくる雪見大福。雨のように雪見大福が降ってきたら最高ですね、天気でね。美味しそうですね。本物の雪見大福みたいだけど、これ確かスクイージー。うわー、もう1個降ってきた。もう引っかかってる、取れないじゃないの。これ逆に取れたい。あー、手前に落ちたわね。こっち来ないわね、もう。これはどうやったら取れるのかしら。引っかかっちゃって、もう逆に取りたくても取れないじゃないの。取れない、取れない。アームが引っかかっちゃった。取れないわね。どうやったら取れるのかしら。取れたかしらね。せっかくだからちょっと普通にまともに取ろうとしてみようかしら。どれ狙うかしらね。じゃあ、左の、これ。よし、普通に掴んでみてちょうだい。はい、せーの。はい、取れないわね。知ってたわよ。ゆくめ大福、3つ、ゲットね。お腹いっぱいの、レンボラブケーキ。あらー、これも怪しいわね。ちょっとずつずれて、引っかかるかしら、引っかかるかしら。引っかかったっしょー。こっちも、よいしょー。溢れるお菓子の交通渋滞。これはスイートランドで起きたお菓子パラダイスの状態よ。まあ、これはね、ちょっと裏技というよりか、まぐれでね、ラッキーだったのよね、私が。あの、ピンクの、何かしらね、隅っこ暮らしのあの、なんかあるじゃない？ペンケース？あれ、何？財布？ポーチみたいな。あれが引っかかって、もう入り口開けて、ボロ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 、落ちる落ちる、もう音口動画みたいになっちゃってるけどさ。すごい楽しかったから、あー、これちょっと取れちゃったわね。あー、また引っかかってるわよこの子でね。ちっちゃいのがポロ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 転がっていく、落ちていくのよね。ゲットね、これ楽しいわね。まあでもね、これはなかなか出会えないと思うわ。もう狙ってできるもんじゃなくて、たまたま引っかかったというか、この大きな商品が流れてることがおかしいのよね。これ多分本当は上にあったんじゃないかしらね。なんでこんな大きな流れてんのっていうところがツッコミどころなんだけど、あ、詰まって、あー、全部流れてっちゃった。ちなみにこれさ、上に持ってけんのかしらね。救ってみようかしら。救えるのか。さあ、よいしょ。でかすぎる、そう考えても。あ、引っかかった、やばい。もう一回、もう一回、そっから上に上げれるか。上げた。どういう
よこれ、おかしいじゃないの、これ持ち上げてもさ、これ押さないじゃないの。本当にこの青いぬいぐるみの隣にあったのかしらね。次回予告。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。 UFO キャッチャー裏技動画、皆さんどうだったでしょうか。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。そして次回も面白い動画になっているのでちょっと見てってください。どうぞ。キチキチキチガイタピオカ、タピオカ美味しい、キチガイスライム、タソタソノリをタソ、今日も